カート・アングルは、アメリカ合衆国のプロレスラー、元レスリング選手、ペンシルベニア州ピッツバーグ出身、1996年のアトランタオリンピックでの、レスリングフリースタイル 100kg 球金メダリスト、また、全米選手権を6度制した、プロレスにおける、実際のファイトスタイルも、レスリング仕込みの関節に、投げ、寝技を主体とするもので、 トレードマーク技は足首をひねり上げるアンクルロック。試合が佳境に入ると、シングレットの上半身を裸け、関節に、寝技に、打撃も加えた器用さを発揮する。非常に試合に幅があり、観客を飽きさせないレスラーであり、ファンや関係者からの評価は高い。金メダルを鼻にかけ、エリート意識をむき出しにするキャラクターで活動しており、アスリートとしての類いまれなる実力よりも、 ずるさを前面に押し出したヒールを演ずることが多い。それゆえ、カートが入場する際には曲に合わせて、ユーサックと観客が大合唱するのが恒例となっている。この合唱が定着したことにより、もともとメダルであったテーマ曲の名前が、アイドントサックと変更された。また、マイクアピールもうまく、話すセリフの間に、観客から、ホワットとチャチャを入れられるのも定番となっている。 学生時代からレスリングで活躍し、後に総合格闘技で活躍した、マーク・ケアーや、マーク・コールマン、ダンス・バーン、シルベスター・ターカインにも勝利している。アトランタオリンピック前に首を故障しながらも、金メダルの獲得。しかし、決勝の相手がアメリカと関係の悪いイラン出身で、決して相手に勝ち切ったとは言えない内容から、地元 B 級の判定もささやかれている。これを契機に現役を引退。 CM に出演するなどのほか地元ピッツバーグで、スポーツキャスターとして活動していた。しかし長年スポーツエリートとして生きてきたアングルは、この生活に飽き、自らプロレスラーへの転向を計画する。なお一度 EECW にゲスト出演したことがあるが、団体の雰囲気に気分を害したため、以降は、出演なし、WWF、WWE、 編集1998年に WWE とマイナー契約し、トリー・ファイク・ジュニアやトム・プリチャードのコーチを受ける。初登場は98年3月7日に放送されたヒートでタイガー・アリシンに挑発される形で客席から呼び出されるという形だった。ダークマッチでの初登場は同年の4月11日、ブライアン・ローラー戦、インディ団体での修行期間を経て、 1999年11月のサバイバーシリーズ1999にて公式デビュー、ショーンスター・ジャックを倒して初勝利を挙げた。2000年2月にはインターコンチネンタル王座、ヨーロピアン王座を相次いで獲得。10月22日にはザ・ロックを破り WWF 王座を初体感。同年には当時はまだギミック上の夫婦であった、トリプル H とステファニー・マクマホンとの 三角関係ストーリー、またストーンコールドスティーブ・オースチンとの構想を展開するなど、試合のみならず、ストーリーにおいても、中心人物の一人となっていく。2001年の WWF 対アライアンス構想では、WWF 軍の主力として活躍。2002年の WWE ブランド分割時には、スマックダウンにドラフト2位で加入。エッジとの間で構想を展開。ついには、 敗者神切り戦に発展するが敗れ、以降現在までスキンヘッドとなった。当初はカツラを被って試合をしていた。スキンヘッドになった理由は、一つには、シングルプレイヤーに転校したばかりのエッジの売り出しに、一役買ったからだが、本人も、ストーンコールドがいなくなったので、ハゲキャラをいただこうと思ったと語っており、美味しいと思っていたようだ。秋からは、宿敵、クリスベノアとのタッグで、 初代 WWE 特王者決定トーナメントにエントリー優勝を果たすがすぐにベノワとは仲間割れしたこの時期は毎日のようにベノワと激闘を繰り広げ二人のスープレックスを多用するスタイルで怪我人が続出後に試合のスマックダウンドラマのローと言われる決定的な原因を作った12月にはブロックレスナーから勝利し王者となった ビッグショーを破って、WWE 王座を獲得。2003年に入ると、新人だったシェルトン、ベンジャミン、チャーリーハースのレスリング経験者を引き、リーダーとなって、チームアングルを結成。レッスルマニアジックスでのブロックレスナーとの、WWE 王座戦以降、首の治療のための欠場を経て、ベビーフェイスに転向し復帰。チームアングルからは追い出される。復帰後も、 レスナーとのストーリーを展開した。2004年2月、エディとの因縁からヒールターンしてレッスルマニア20でエディ・ゲレロの WWE 王座に挑戦。同大会の終了後、治病の首や2003年末に痛めていた足の怪我の治療を行うためにレスラー活動を一旦停止する。ただし、スマックダウンの GM に就任し番組には出続けた。GM 就任の際は暴れた。 ビッグショーに高いところから突き落とされた、サイの足の怪我が原因で、車椅子生活となり二度と、レスラーに復帰できない、というギミックが設定されていた。ゲレロとの交想を続け、怪我の具合が良くなると、マスクマンに噴して、試合に乱入したり車椅子から立ち上がって松葉杖で、攻撃したりなどしていた。7月に復帰、なお復帰第一戦は日本でのハウスショーだった。復帰の際は、 ビンスマックマホンがスマックダウンにやってきて GM 職からの解雇と試合復帰を命じるストーリーが描かれた。ゲレロとの構想終了後から WWE 所属でない地元の英雄レスラーをリングに招待し3分間自身の攻撃に耐えたら五輪の金メダルをプレゼントするという招待試合を行っていた。これはアングルの首の怪我にできるだけ触らないための処置であった。 ロイヤル・ランブル2005では、WWE 王者の JBL、ビッグ、ショートトリプルスレッド形式で王座に挑戦するも、JBL のクローズラインフロムヘルを受けて敗戦。試合後に、南ジオのロイヤル・ランブル、マッチ出場権を強奪し、急遽参戦するも、ショーン・マイケルズによって敗退させられる。激高したアングルは敗退後に乱入し、マイケルズをリングアウトにさせてから、 鉄階段を使って攻撃。この事件が、後のアングルとマイケルズの交想の始まりとなった。ロイヤル・ランブル以降、レッスルマニア21で行われる WWE、王座戦挑戦者決定トーナメントに参戦するも、ノーウェイアウト2戦後で行われた、決勝戦で、ジョンシナに敗れる。レッスルマニア21では前日の経緯からマイケルズと、試合を行い勝利。この試合は、名勝負として、 非常に高い評価を受ける。2005年のドラフトにより、r a w 移席、マイケルズや友人と金メダルをかけての構想を経て、GM のエレック・ビショフと組み、WWE 王者ジョン・シナとの構想を開始。11月からは、デバリがカートのマネージャー役として、シナとの構想に加わった。2006年1月2日に開催されたその年最初の、 RAW で WWE では5年ぶりとなるファーストブラッドマッチを行い、シナに勝利。ニューイヤーズレボリューション2006では、自身初となるエリミネーションチェンバーマッチに参戦するも敗退。RAW との契約が2005年内できれていたという設定で、ベビーフェイスとして1月13日にスマックダウンに移籍し、同日バティスタが怪我のため世界ヘビー級王座を、 返上したことによる、バトルロイヤル形式の王者決定戦に、急遽参戦して、優勝、王座大観、ロイヤルランブル2006でマーク・ヘンリー、ノー・ウェイ・アウト2006では、ジ・アンダーテイカーからこれを防衛する。レッスルマニア22では、レー・ミステリオ、ランディ・オートンを挑戦者に迎え、トリプルスレッド形式でスマックダウンのメインで対戦するも、ミステリオがオートンをホールして王座から陥落した。 レッスルマニア22校スマックダウンで復活したキング・オブ・ザ・リングに参戦し1回戦でオートンに勝利しかし4月28日ミステリオとの世界ヘビー級王座戦中に乱入したヘンリーの襲撃を受け負傷2回戦を辞退したジャッジメントデイ2006でヘンリーに挑戦するがカウントアウト負けを喫している5月29日に開催された RAW で ポールヘイマンから指名を受け復活した ECW2 遺跡、オートンとの交想を続け、ECW ワンナイトスタンド2006では勝利するも、ベンジェンス2006では敗北。その後は、ロブ・バンダムとの交想に入ったが体調は、以前にも増して優れず、8月13日のハウスショーでのバンダム戦で股間をはじめ全身を負傷。これが、実質的な WWE 最後の試合となった。 8月25日、個人的な問題や健康状態を理由に WWE から解雇された。WWE 側からのプレスリリースでは円満対談とされていたが、実際はアングルは WWE 側の要求を受け入れずに WWE が解雇扱いにしたと言われている。9月、プロレスを引退しての総合格闘技への参入を表明した。ティネ。 編集2006年9月25日、全米第2の規模の新興プロレース団体ティネの TEB 場内で移籍契約をしたと電撃発表。10月9日に初登場すると、いきなり同団体のトップレスラー、サモアジョーとの短期構想を経て、3月頃には、古巣の WWE では全く試合を交えなかったスコット・スタイナーとの構想を開始。 ティネ世界ヘビー級のベルトもダッシュした。2007年1月16日、新日本プロレスへの参戦を発表。2月28日、長田博史とタッグを組んで、トラビス・トムコジャイアント・バーナードの王者チームと対戦。この時の観客は、USA コールを少々する程度しかカートに、ちゃんとしておらず、むしろ、長田の方ばかりに歓声が飛んだ。6月29日、 イグフ旗揚げ戦で WWE 時代から長く抗争を続けていたブロックレスナーとシングルで対戦しアンクルロックで勝利しレスナーが保持していた IWGP ヘビー級王座のベルトを手中に収めた12月20日イグフゲノメニで剣道家新2008年1月4日新日本プロレス東京ドーム大会で長田博士と IWGP サードベルトをかけて対戦しともにアンクルロックで勝利を収めた。2月17日の新日本プロレス両国国技館大会で中村信介とのベルト統一戦で敗戦。サードベルトを手放す。2009年4月5日、両国国技館大会で IWGP ヘビー級王座をかけて棚橋博士と対戦したが敗れた。2014年9月21日、 契約満了により退団。そして2016年をめどにプロレスラーを引退することを表明した。その後、ティネと再契約することが決定した。これは以前から WWE からかねてからのオファーが来ており、それによってティネに残るか WWE に移籍するか悩んでいたが、WWE が提示するフルタイム契約がアングルが希望するパートタイム契約と、 相入れず、これを辞退し、ティネに残ることを決めたため、WWE 復帰、編集2017年1月16日、WWE、ER、RAW にて、WWE 電動に迎えられることが発表される。3月31日、フロリダ州オーランドのアムウェイセンターで、電動入り式典が行われた。インダクターには、ジョンシナが務める。スピーチでは、 カウボーイハットやカツラを着用して、会場を盛り上げると最後には牛乳を取り出して、往年の名台詞である、It's True, It's d a m n True で締めくくり、一気飲みをするパフォーマンスを見せた。4月3日、RAW にて、ビンスマクマホンより、RAW 新 GM として呼ばれ、登場を果たす。7月17日、RAW にて、マイクアピールを行い、 新たな RAW 所属のメンバーとして、ジェイソン・ジョーダンを、クラディオン大学ペンシルベニア校に在籍していた、時代に付き合っていた彼女との間にできた子供という、体のギミックで呼び登場させる、リングにあげるとジョーダンと抱擁を交わした。10月22日、TLC2017 にてロマン・レインズが、感染症を患い欠場した代役として11年ぶりに、WWE の試合に出場。 セス・ロリンズディーン・アンブローズと組んでザミズブラウン・ストローマンケインシェーマスセザーロとハンディキャップ制の TLC マッチを行う中盤にストローマンのパワースラムを喰らい95班に運ばれ離脱するがロリンズとアンブローズが窮地に陥った際に復帰最後に水に対してトリプルパワーボムを決めて勝利した2019年のレスルマニア35で引退を発表し バロンコービンとの引退試合に臨んだが敗戦、引退の花道を飾ることはできなかった。引退後は裏方として WWE を支えた。2020年3月、アメリカ国内で2019新型コロナウイルスの感染が拡大すると、WWE は観客を集める興行を行うことができなくなった。このため、同年4月15日、他のレスラーと共に、 WWE を解雇されたアングルスラムアンクルロックアングルスラムカートのオリジナル技であり代名詞的フィニッシュホールド公安当初はレスリング出身のカートがアトランタオリンピックのレスリングフリースタイル 100kg 級金メダリストであったことからオリンピックスラムの名称で使用していたが後年に国際オリンピック委員会からのクレームにより名称をアングルスラムに改名ただし スペイン語の実況では、スープレックスオリンピコと呼ばれている、巨漢レスラーのビッグショーを持ち上げたこともあり、それも試合の醍醐味となっている、アンクルロック足首固め、カートの代名詞的フィニッシュホールド、ダウンした相手の関節を極める技なので、比較的簡単に仕掛けることができ、実用性が高い。通常はスタンディングで仕掛けるが、ロープエスケープした相手をリング中央まで引きずり戻し、 自ら倒れ込みながら、膝十字固めとの併用で仕掛ける、グレープバインアンクルロックは脱出不可能であり、クリス・ベノアや、ブロック・レスナー、ショーン・マイケルズといった、名だたるレジェンドをタップアウトさせた。ちなみに、上記のアングルスラムや、アンクルロックを仕掛ける際、コスチュームの肩紐をはだけて、上半身を露出させて、気合をみなぎらせるシーンは、カートの試合のハイライトである。 エルボーエルボースタンプエルボーフィッシャーアーマンズスープレックスムーンサルトプレスカートが大一番で使用する隠し技非常に滞空時間が長く高く飛ぶことによって飛距離を短く美しい弧を描いているのが特徴であるがそれだけに回避を取られやすく成功率は低いベノワとの金網戦ではコーナーではなく金網のてっぺんから観光避けられて壮絶な自爆となった試合後に ビンスマクマホンに素晴らしい試合だったぞ。と抱きしめられたが直後に耳元で二度とあんな危険な真似はするな、と真面目なトーンで注意されたという ECW 在籍中に使用。WWF ありがとうございます。